そ。今から旅行に行くため麦と5日間のお別れです。妹に我が家でのペットシッターを頼みました。行ってきます。初日からいつも通りに遊んでて一安心です。食べたいアイス。豚と仲良くすると麦がやきもち焼くよと妹に教えたらすぐに実践してました。お留守番をしてくれて再会の日になりました。いつも玄関のドア開けるときに吠えます。部屋につけて、なんかそんなに部屋につけて撮ってもらったけど、ムギちゃん、ムギ、目ヤニを取っていきましょう。目ヤニ取りは地味に嫌がります。ご褒美のおやつを食べた。今回の動画いかがだったでしょうか。初めて5日間の離れ離れでしたが、妹に動画を送ってもらったり、ペットカメラで様子を確認したりと、飼い主の方がそわそわしてました。この動画が面白かったよという方は、ぜひいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。